はい、どうも、峰島です。今回は鴨頭義人の信者なんですけれども、目が覚めた信者から僕に DM が来ました。この DM を動画で読み上げていいということで許可をもらったんでご紹介していきたいと思います。ちなみに本当に信者かなと思って Twitter のアカウントを見たら、ちゃんと鴨頭のツイートをしてましたんで信者だと思います。ただアカウント特定されるようなことはしないんで、匿名ということなんで匿名でお話ししていきます。私は鴨頭信者です。しかし峰島社長の YouTube 動画を見て考え方が変わりつつあります。私いっぱいお世話払っていたようです。泣き。ただ信者から全部気持ちが抜けれそうにないので、抜けるために焼肉マフィアの暴露になるか分かりませんが、お伝えできればと思ってます。ただ名前が出ることだけは避けたいです。大丈夫です、匿名でございます。昨年焼肉マフィア池袋店がオープンした直後に知り合いと行きました。その知り合いもオープン直後に私と1回行っただけです。その知り合いは私より強烈な鴨頭信者です。鴨頭さんのいろいろな口座に合計200万以上払ってます。昨年末に焼肉マフィアの Google の評価が2ポイント台に下がりました。そうしたら年明けに誰が指示したか分かりませんが、多分信者のリーダー格が忖度してその人からの指示の可能性もありますが、 Google を5ポイントで評価していいコメントをするようにと指示が出たそうです。私の知り合いの強烈な信者からこのような連絡が来たから、お前も書いた方がいいぞと言われました。オープンから期間が経っているにもかかわらず、今年の1月にその知り合いは5評価といいコメントを書いていました。知り合いの5評価といい内容コメントは焼肉マフィアスタッフのインスタストーリーで紹介されてました。でも私はそのやり方は違うと思ってやりませんでした。また鴨頭スクールのマネージャーからは、焼肉マフィアはカモさんを好きな人しか行ってないので予約なしで行けてしまう、毎日空きがある、だから20日間ぐらい毎日通った方がカモさんに何百万もコンサル料を払ってアドバイスをもらうより安上がりで、お店で毎日カモさんに会えば名前を覚えてもらえるし、ラッキーだから通わなきゃダメだよと言われました。鴨頭さんの講演会にボランティアスタッフとして参加した時、10万円する VIP チケットの売れ行きが悪く、私に買ってほしいと要望され、私は信者だったので買ってしまいました。ボランティアスタッフとしてお金を払って参加したのに VIP チケットも買ってしまい、しかもスタッフだったので講演会ホールの外で来場者対応をしたので講演会は聞けれませんでした。何のために VIP チケット買ったんだろう。信者だった当時はこれが当たり前のことだと普通に思ってましたが、峰島社長の動画を見て、あれ俺おかしいかもと思って DM させていただきました。これで私は信者から抜けれそうですということで DM もらいました。僕がこの DM 使っていいですかっていうことで許可取ったら OK ですっていうことで帰ってきたんで、その続きもちょっと読みますね。これがきっかけで私は信者から抜けれると思ってます。昔の鴨頭さんは YouTube 動画をバンバンアップしていて、それを見るのが好きだったんです。焼肉マフィアで2億円使われてからは金の亡者になっています。無料の YouTube を見てもらって日本を元気にすると言っていたのにもかかわらず、今は高額なものを販売している峰島社長の動画で私は気づけてよかったです。ありがとうございますということで DM もらってます。そうなんですよね、 YouTube で日本を変える、とスピーチで日本を変えると言っていて、1円ももらわずにずっと講演を続けて、その内容をずっとアップしていたと、当初の鴨頭は。ところが今は高額な情報商材しか売ってないんですよ。しかも YouTube もやめちゃったと。大きく昔とはやっぱ変わっちゃったっていう声が多いです。この方もそういう感じで僕の動画を見ていただいてですね、心が変わってきたっていうことで気づいていただいてよかったなと思います。だから今鴨頭信者の方でこういう方が少しずつ出てきてるっていうことが、これが真実なんで、まあ、僕が無料で YouTube で鴨頭信者を変えます。僕は世界を変えるとか日本を変えるとかそういうことはできないと思うんですよ、僕のこの YouTube では。でも少しでもそうやって絞り取られるような、被害者と言われるような信者の方の目を覚ますっていうこと、これができたら僕の YouTube の活動は非常に意義があるものだと思うんですね。でそれを通報してくるっていう鴨頭側の考え方、これも分かってもらいたいと思います。ちょっと前の動画で鴨明の元信者から DM もらって、やっぱり YouTube 内で発信しましたけれども、こういう人が一人でも出てくるような活動、これで一人でも1円でも失わずに済むように僕が活動していきたいなと思います。もうわけわかんないの売ってるんですよ。ただただ鴨頭義人に感謝を言う権利とか、これって金出して買っても意味ないじゃないですか。鴨さんありがとうってずっと言い続けるんでしょうけどね、本人の前で。意味がわからんと。それを何万もの価格で売ってるわけなんで、もう異常な状況になってます。当初のね、その YouTube の収益だけでスピーチで世界を変えると、これはいいことだと思うんですよ、すごく。僕も YouTube の収益だけで活動してます。情報商材とか僕も売りませんので、最初の頃の鴨頭の志っていうのは、まあ今の僕みたいな感じだと思うんですけども、もうね、今更情報商材とか売ってもダサいと思うんですよね、僕の考え方だと。なので、こういう風に YouTube で変なビジネスやってるような人たちを取り上げていきたいなと思ってるわけで、まあ僕の場合は絶対変わらないと思います、これは。ということで、鴨頭義人の今の現役信者ですね、もう離れそう
長ってなってる信者から DM もらいましたんでご紹介させてもらいました。こういう信者の方からの具体的な DM とかっていうのはお待ちしておりますんで、概要欄の Twitter から連絡いただければと思います。鴨頭嘉人ネタはめちゃめちゃ溜まってますんで、バンバン動画作っていきますんで、チャンネル登録お願いします。それじゃね。